主有康は、高齢の初代皇帝の主前中の仮子。元の姓は、李で、名は飛行都市。ことぶき春剣の人。軍事的才能に長けていたが、人格的に問題があった。また、主前中の長男の主友博と仲が悪かった。若い頃から、仮父に従軍して、先行を挙げて、諸軍と指揮し、健康左牧屋となった。 さらに何時修士氏を授かり兼業仕空に任じられ、東恐れ港に封じられた。しかし892年、石本家山で敵対した大名軍節土氏の主君が敗走すると、主勇康は、宿相と共に、故意に、主君を見逃したと、主善一中を批判した。激怒した、主善一中は、主勇康の平権を剥奪しようとした。この死者が誤って、ではなく、 主友トのもとに、主前中の初心を渡した。これを見た、主友トは不安になったが、これは、長夫人が手を差し伸べて、この主友トを懸命に除名したので解決されたが、以降、主前中は、カリコの主優康をうとをみ始めた。光か初年に、ワイナン地方に反乱が起こり、額投げを陥落されると、主前中は、主優康に、数万の軍税を与えて派遣させ、主優康は、 流佐、九皇を鎮圧して大いに名を挙げた。さらに、甲州を攻略して、付近の城を陥落させて、俗称のク明を捕らえて、数万の敵兵を捕虜とした。その期間中の安州を経て、突如に安州志士の武湯を襲撃して、これを殺害して、その民を三家に収めた。この戦考で、朱雄安は、栄州志士に累進し、兼業使徒ととなった。天遊初年。 当の招集が長安から落葉に遷都すると、左竜部都党に任命され、右竜部都党の四宿層と共に宮中を護衛した。904年、修禅中は、招集の監視を、その修優康と、宿復層に任せ、その一方で伏進の数密氏の昇士づけると参謀の、リブリを派遣し、修優康らと招集の暗殺の計画を練った。修禅中は自分を誹謗した。 主勇安を破滅させようと、機会を伺っていたのである。その結果、資格のシフト氏が昇州を暗殺した。間もなく主前中は、昇州の棺の前で、陛下を害したのは、仮子の友京の仕業です。私が責任を取って、友京とし縮層を注意いたしますと同国し、主勇安と、縮層に罪を着せた。同時に、長安で、主勇安の軍勢が、 略奪行為をしたため、主前中は彼らを逮捕して、投獄した。やがて、主優康は、仮行を解かれて、元の利彦医に戻り、崖修士導として左遷すると発表され、長安で処刑された。新吾大師が引く長提判のことによると、主優康の最後の言葉は、俺を捨て駒にして、天下のそしりを回避しようとしたのだ。鬼神よ。いかんせん。このような行為をして、 死刑の子孫が存続すると思うのか、と叫んだという。同時に、祝層も白州指導に左遷と発表され、主優安と共に処刑された。ありがとうございます。